チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、聞いてる、韓国無視、このまま放置して見てみよう、両者遺憾法炸裂、についてです。電車がどんどん混んできます。気温もどんどん上がってきます。マスクが暑いです。マスクの呼吸、1の方、とにかく浅く、で臨むマリナです。おとといまでの日本が、韓国政府の輸出管理措置撤回を要求する、最後通告を黙殺したと、一人で勝手に要求して、一人で勝手に期限を決めて、一人で勝手に期限を破ったと怒り、軍事情報包括保護協定、ジーソミア終了のカードをちらつかせ、さらに世界貿易機関、WTO への提訴手続きを再開すると、脅す韓国という国。何も言わない、無視することが一番効いているのがよくわかる例ですね。結局、脅しだけで、何もできないのです。それについてのニュース、中央日報から、再び、ジーソミア終了カードを手にする韓国、日本の輸出規制議論に従って慎重に検討。外交部のキム・イン・チョル報道官は、2日の定例会見で、ジーソミア終了を再び検討する考えか、との質問に、昨年11月22日の発表で、ジーソミアの効力をいつでも終了させることができるという前提のもとに、韓国が協定終了通知の効力を停止した状況。輸出規制措置撤回議論の動向に従って、ジーソミア終了も慎重に検討する予定、と明らかにした。この日、産業通商資源部は、日本の3品目の輸出制限措置に対する WTO 紛争解決手続きを再開すると発表した。これは日本側が昨年の輸出規制強化の根拠として提起した。日韓政策対話、中断、在来式兵器に対するキャッチオール統制、不十分、輸出管理組織と人材の不十分、という3種類の事由が解消されたのに、日本政府が問題解決の意思を見せておらず、輸出規制解除議論が進展していないことに伴った措置だ。これに先立ちチョンワで、韓国大統領府は昨年8月23日に、日本政府の半導体、ディスプレイ革新素材3品目の輸出制限措置に対し、ジーソミア終了を通知した。その後11月22日に、ジーソミア効力終了を数時間後に控えた時点で、いつでもジーソミアの効力を終了させることができる、という前提のもとに、2019年8月23日の終了通知の効力を停止する、と発表した。その後、韓国政府は協議を通じ、日本側が掲げる輸出規制強化、事由が全て解消されたと判断。先月12日に、5月末までに、日本に半導体、ディスプレイ3品目に対する輸出規制と、ホワイト国、輸出審査優遇国、から韓国を除外したことに対する、日本側の具体的な解決案を明らかにするよう要求した。しかし日本は韓国が提示した回答期限である5月末までに、これといった回答を出しておらず、韓国政府はこの日、WTO への提訴再開と、ジーソミア終了検討などの対応に出た状況だ。ひとまずジーソミア終了は、韓日対立を、韓米対立に拡大させかねないだけに、現在としては可能性は高くないという見方が多い。アメリカ政府は昨年8月に韓国政府が、日本にジーソミア終了を通知した際に公開的に、強い懸念の立場を明らかにしている。韓国の立場からのニュースですが、記事を読んでいると意味不明なのです。そもそもなぜ、韓国政府が、日韓政策対話、中断、在来式兵器に対するキャッチオール統制、不十分、輸出管理組織と、人材の不十分という3種類の事由が解消されたと、どうして判断したのでしょうか。それについては、日本が決めることでしょう。そもそも現政権が、他の国に3品目を輸出したからでしょう。イランに送った証拠もあるのですから。それはアメリカからの情報です。信用ができないから、ホワイト国除外になったことが未だ理解できないのです。だから勝手に決めた期日に、回答を強要するんです。やはり遠い国なのです。日本と韓国との理解度が、これほど違うと、
何を言っても無駄ですね。ジーソミア終了や、世界貿易機関 WTO への提訴手続きを、再び検討するんじゃなく、やれるものならいっそのこと、実行してください。日本国民は、それを待っているのですから。旧朝鮮半島出身労働者問題での、日本企業の賠償現金化も、一緒にやっちゃってください。お願いします。それらは外交カードでありません。何を躊躇しているんでしょうか。今回のように、無視することがこんなに効いているのかがよくわかります。そして、気になることがあります。1月の話になるのですが、韓国、フッ化水素国産化か、高純度で大量生産と発表。こんなニュースがありましたね。1月2日の共同通信からの報道によりますと、韓国の産業通商資源省は2日、日本政府が昨年7月に輸出規制を強化したフッ化水素について、韓国の化学メーカーが高純度で、大量生産が可能な製造技術を確立したと発表した。フッ化水素は半導体の洗浄に使われ、規制強化前は日本からの輸入に頼っていた。日本から韓国向けフッ化水素の輸出額は、規制強化後急減。韓国メーカーが確立したとする、製造技術が採算面でも問題なく、安定供給につながれば、日本の製造会社への打撃が、長期化する可能性がある。産業通商資源省によると、韓国の化学メーカー、ソウルブレーンが製造工場を新設、拡充し、液体のフッ化水素の不純物を1兆分の1まで抑えられるようになったとした。極めて高い純度が求められる半導体製造に使える水準という。具体的な生産能力は明らかになっていないが、韓国の経済メディアは、韓国内の需要の 70-80% 程度を担う規模になるとの見方を伝えている。今回のイチャモンでわかることは、フッ化水素の韓国での製造が成功したのは、嘘だったんでしょうか。いつものあれですね。このフッ化水素は、サムスン、LG、SK ハイニックスなど、国内の半導体、ディスプレイメーカーのテストにも合格しているのだそうです。産業通商資源部は、日本による輸出管理の強化に対応して、韓国企業と政府が協力して成し遂げた、国産化の最初の成果だと強調しました。とホルホルしてたではありませんか。自国で生産できるのでしょうから、ご勝手に生産してください。日本は関係ありません。今回の輸出管理について、韓国外交部の官僚課長官が3日、茂木敏充外相に、日本の輸出規制措置が持続されることに対して、遺憾を表明しました。韓国外交部によると、官長官はこの日午前、茂木外相と電話会談し、韓国側が対外貿易法の改正など積極的に努力し、日本が提起した輸出規制措置の事由を全て解消したにもかかわらず、日本が輸出規制を撤回していないことに対して、深い遺憾の意を伝えた。官長官は日本の輸出規制措置の迅速な撤回を求めた。茂木外相は、日本側の基本的な立場を言及しました。輸出管理の検討は、制度の整備や、運用実態を土台に行われるべきだというのが、日本の立場です。茂木外相も同日、官長官に韓国政府が世界貿易機関 WTO への提訴手続きを再開したことについて遺憾を表明しました。茂木外相は前日も記者会見を通じて輸出管理と関連して今まで両国間の対話が続いてきたにもかかわらず韓国側が一方的な発表をしたことは遺憾と述べました。日韓外交は遺憾の意がち戦が行われただけでした。残念。茂木外相、政策能力の期待値が高いんだから、遺憾法だけでは大丈夫、頑張ってね。お兄ちゃんを久々に間近で見たら、やけに筋肉質になってる。結構鍛えたよ、って、自慢げに力こぶを見せてくれたけど、桜ちゃん情報を間違えてないか？桜ちゃんが、マッチョ好きじゃないのを知ってるマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。